オークロード？なんだそりゃ。まあ、簡単に言うと化け物です。本当に簡単だな。みんな化け物だよ。数百年に一度オークの中に生まれると言われているユニークモンスターです。ユニーク、特別ってことか。何でも味方の恐怖の感情すらも食うため、異常に高い統率能力を持つんだとか。里を襲ったオークどもは仲間の死にまるでひるむことがなかった。あるいはと思いまして。なるほど。まあ可能性で言えば非常に低い話です。ふん、他には里が襲われた理由の心当たりはないか。そうですね、関係あるかは分かりませんが、襲撃の少し前にある魔人が里にやってきて。名をやろうと言ってきたんですが、あまりにうさんくさかったので追い返しましたところ、悪態をつきながら帰っていきましたね。魔人ね。そいつから恨みを買ってるかもしれないってことか。仕方ありませんよ。主に見合わなけりゃこっちだってごめんだ。名をつけてもらうのも誰でもいいってわけじゃありませんからね。そっか。えへへへ。なんて名前だったかな。確かゲルミュットだ。そう、それだ。ゲルミュット、なんか聞いたことあるような気がするな。あ、そういや、リグル、お前のお兄さんは誰に名前をつけてもらったの？兄は通りすがりの魔族のゲルミュット様につけてもらったそうです。見どころがある、いずれは部下に欲しいと。ゲルミュット、魔王軍の幹部です。ただ兄は今の我々ほどの変化はありませんでした。同じやつっぽいな。あちこちで名前をつけてんのか。なんでだろう。報告がございます、リムル様。ああ、リザードマンの一行を目撃しました。リザードマン？オークじゃなくて？はい、湿地帯を拠点とする彼らがこんなところまで出向くのは異常ですので、取り急ぎご報告をと。何やら近くのゴブリン村で交渉に及んでいるようでした。ここにもいずれ来るかもしれません。リザードマンか。どんな連中なんだろう。まったく、親父殿と来たら。ゴブリンの村をめぐり協力を取り付けてこい。だと、多くに恐れをなすなど誇り高きリザードマンの振る舞いとは思えぬ。昔はあんなにも大きく偉大な男だったというのに。ねえねえ、ガビル様はいつ狩猟になるの？む？いやいや、少々不遜なことを言ってしまったが、我が輩など親父殿には遠く及ばんよ。そかな、今のガビル様ならきっと全盛期の狩猟にも劣らねえぜ。しかり。いや、そんなことは。だってガビル様ネームドだし。うん、その槍さばきにおいて右に出るものなし。あんた今立たないでいつ立つんだよ。え？え？何？ひょっとして我が輩ってば結構イケてる？うむ、そうだな。親父殿も年だ。少々強引なやり方でも我が輩が支配者に足る力を持っているところをお見せしよう。おお、それでこそ安心して引退していただけるというもの。じゃあ、うん、多くの軍勢の撃退をもってリザードマンの狩猟の座を受け継ぐことにしよう。さすがガビル様だぜ。ヒューヒュー、かっこいい。至極当然。ガビル、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 ガビル。
我が輩についてこい。お前たちの未来は明るいぞ。よし、今日は何をしようかな。まあ、やることは山積みだが。